先生こそ。あ、もしもし。もしもし。あ、トレーダーのものなんですけども。はい。あ、トレーダーのものです。なんすか。あ、トレーダーのものなんですけども。リコーダーのものですけど。違います。ああ、リコーダー教室の方ですか。違いますよ。私ね、最近もう暇でね、なんか習い事しようかなと思ってたんですけど、入ります。違います。リコーダー教室のものではありません。トレーダーのものです。入ります。違います。あの、トレーダーというのは、あの、取引業者みたいなもので、私、取引業者のものです。入ります。違います。リコーダー教室のものじゃありません。トレーダーです。たくさん吹きます。だから、私、あの、笛を吹くのは教えられません。あの、取引を教えるものです。取引？あ、そうです、そうです。取引業者のものです。ああ、すいません。笛吹きの方かと思いました。違います。私、笛は吹きません。それでですね。はい。ある開発途上国では、様々な開発プロジェクトが進んでいて。そうなんですね。やっぱり礼儀は大事ですからね。はい。挨拶途上国では。いや、違います。様々な挨拶プロジェクトが進んでるんですね。いや、違います。そんな中学校みたいなことでやりません。やっぱ日本人は挨拶しますし。日本人はするね。はい。温暖化とか、いろんなこの世界の情勢の問題ありますけど、はい、まず挨拶途上国の挨拶の見直しが大事だと思っております。まあ、挨拶大事ですけど。やっぱトルコとかね、カメルーンとかやっぱり挨拶できない人多いですから。するでしょ。するでしょ。あなたトルコとカメルーンの何を知ってるんですか？いや、違います。開発途上国です。開発途上国。あ、そうです、そうです。あ、すいません、聞き間違えました。はい、あの、近い将来経済成長するので。あんたね、バイトの子の意見も聞かないと。はい。近い将来経済成長する。しません。何言ってんの。経済成長です。経済成長するわけないでしょ。経済成長なんで。成長はやっぱ人柄大事よ。いや、空気読めますよ、僕は。私もよく昔嫌いな店長の時バックレた。何やんた、あんたひどいな。バックレちゃダメですよ。バイトはバックレて遊んでた。悪いな、あんた。違います。あんた空気読めないよ。空気読めますよ。学生時代から空気読みまくってましたよ。そんな読めんの。読めますよ。だったらなんで KY 転調するの。しません。経済成長。あ、経済成長ね。あ、そうです、そうです。すいません。通貨を安価なうちに買っておき。通貨ね、あんた言ってない、言ってない。あんたね、言ってないですよ。私、あんたよりだいぶ年上よ。あ、わかります。通貨であんたって言ってない。ガキがよ。いやいや、口悪いな。いや、通貨を安価なうちにって言うた。え、2トントラックであんたに突っ込むわよ。こいつのクソ悪いな、おい。潰すわよ、ガキが。クソ悪いな、こいつ。通貨ね、あんたって本当に怒りが収まらない。通貨を安価なうちにって言ったの。あ、通貨を安価なうちに。あ、そうです。それを買っておけば、はい、値上がりした時に売れば儲かります。土産渡した時に入れ歯もあります。言うてない。何を、そんなこと言うわけないでしょ。値上がりした時に売れば儲かります。もらいます。はい。入れ歯もらえます。いや、開けない、開けない。持ってないですから、入れ歯なんて。いや、売れば儲かります。入れ歯もいります。いや、だから開けないって。持ってるでしょ、あんた。違う、売れば儲かります。できれば7個もらいます。なんで7個もいるんだよ。1個でいいだろ。なんで7個必要なんだよ。日替わりで使う気じゃん。いや、入れ歯じゃない、売れば儲かります。いります。いや、開けないって。だから持ってないから。入れ歯は、入れ歯じゃないですよ。欲しいです。いや、もう自分で買ってください。もういいです、いいです。本当に電話かかって。ああ、もう一つ普通にいいんだ。はあ、詐欺がなくなんねえな。